2010年はシングル「ワンルームディスコ」をリリースして、はい、アルバム「トライアングル」をリリースしました、はい、そして代々木 2days の「ディスコディスコディスコ」開催し、うん、そして過去最長の全国ツアー直角二等辺三角形ツアー開催、バーホーランドアリーナツアーですね。そうですよ、11都市19公演もしました、うん、11都市19公演、いろんなことありましたね。ありましたね。てか代々木のディスコディスコディスコが去年だったことにびっくり。そうだね、ワンルームディスコを出してから、ね、そうそうそう、ディスコディスコディスコ、あ、なるほどね、チョコレートディスコとワンルームディスコとディスコミックス、うん、これね DVD 出しなきゃ ね、 ね、そうそうそう、いつしか出したいけど、みんなの要望とかがないとやっぱりそういう要望の力ってやっぱ使えないっていうかそうだね、なんていうか、うちらには権限が全然ないから。そうだね、校長は褒めてくれたよね、あ、ディスコディスコディスコ、そうね、言ってくれた、ね、校長みたいな ね、 ね、お気持ちをそう皆さんがください伝えてくれたらもしかしたらもしかしたらできるかもしれないし、出したいっていう気持ちもあってずっとそういうのかなと思っているのも、いろんな人が出てくる、いろんな人出てくる、ね、ちょっと出せなかったっていうか皆さんよろしくお願いしますと、ほいでほいで、はい、うん、ライブはそんな風にこういう代々木で 2days とかね、ちょっと大きいところでやってみたり、アリーナホールとアリーナツアーをやってみたりと、うん、ライブはとても充実しているわけですよ。そうですね、うん、ね、ですがね、ちょっとシングルをリリースして、これアルバムをリリースして、うん、アルバムリリースが7月でしたっけ、7月ですね、ね、うん、アルバムですね。そうだね、アルバムも嬉しかったね、うん、なんかね、あの2008年がすごい忙しかったじゃん、うん、それで、あのだから2009年はちょっとなんかこう、何、土を固めるじゃないけど、うん、歩けるような活動がしたいみたいなことを言ってたでしょ、うん、落ち着くみたいな、うん、ちょっと落ち着きたいよねみたいな、うん、言ってたんだけど、なんか歩こうとしてたら全然こう歩けなくて、ダッシュしてるというか、気持ち的にもなんかさ、なんかしなきゃとか、アルバム出したら、うん、まあツアーもしなきゃいけないしとか、うん、そういうので全然こう休むっていうのはなかったよね。うん、そうだね、結果走ってたみたいな、うん、結果ダッシュの年になってた気がするな。そうだね、すごい結構考えた年だなって思ったんですけど、はいはい、でいろんな人に、20歳になって、うん、いろんな人に会うようになって、ね、2009年は特にそういういろんな外の人と会うことが増えて、うん、で20歳になったから、ちょっとスタッフさんのその話とかも結構奥までね聞かせてもらったりとか、うん、やっぱり気になってたけど、そういうとこはちょ、うちらは入っちゃいけんのかなみたいなあったけど、うん、そこもやっぱり聞いてみよう、疑問だし、うん、聞いてみようって言って、バイウムっていうのがそうちょっと一歩上に上がれたっていうか、うんうん、大人になれたっていうか、うん、なんかその外の活動じゃなくて中身をねすごく固めてったり充実したり、うん、自分たちから動いていこうっていうことがすごく多くなった年だよね、うん、そうだね、うん、うん、なんかそうかもね、活動的にはすごい動いてたけど、気持ち的には一旦止まって、止まることでもうちょっとこう進もうっていう意欲が湧いてくるとか、うん、なんかそういうなんか意味のある年だったっていうか、めちゃくちゃそうだったと思います、ね、うんうん、このさ覚えてるのがさ、うん、あのカエラさんとさ、木村カエラ無限大パフュームやったじゃん、でそんな時にあのカエラさんとお話があってさ、7月くらいに、うんうん、それであのリハーサル終わった後にチョコレートディスコとか練習した後にさ、うん、4人でご飯食べに行ったじゃん、行ったね、隣とか隣の隣ぐらいの部屋にはスタッフさんたちがいて、うん、ここは女子4人で、うん、あのいろいろ話して、うん、それでいろんなこうためになる話をしてくれて、うん、カエラさんの話はよく出てくるけど、この振り返りで、うん、すごいなんか助かった覚えがある、うん、でも本当に充実してたと思う、うん、この年も紅白さん出させてもらえたし、そうだ、始まったしね、はい、うん、毎週のミュージックジャパンも本当に勉強になるね、うん、音楽番組の司会だからね、すごいよ、ありがたいよね、もっと頑張らなきゃ
はい。